どうもこんにちは、ダルと申します。毎度今日もよろしくお願いします。今日の動画はマリカーにしようと思ってたんですが、不備があり急いでアラノの動画作ってます。このシングルは明日出そうと思ってたので今日でも大丈夫ですね。今急いで編集してます。日付変わる前に出したいな。今回のシングルも惜しかったわけではないですが、ちょっとだけいいところまで行ったので採用です。この日の配信は4戦中3戦が初動詞でした。ラストいいところまで行けたらいいなって感じでしたね。配信の同時接続が6人まで行って結構な人見てるんだなって思ったんですが、最終的に再生回数がなんと9回だったんですよ。びっくりしましたね。20回とか言ってるのかなって思ったんですけどね。でも同時接続がだんだん多くなってきてるので、皆さん来たらコメントだけお願いしますね。明日の22時過ぎから配信するので、よかったら皆さん来てくださいね。週に 2.3 回のペースで配信してる感じです。だんだん動けるようになってきたので、僕も楽しんでシングルができてます。昨日メンバーのキョロが家に遊びに来ました。2人でマリカーを5本ほど取ったので、またよかったらそちらも見てほしいですね。桃鉄も昨日発売で早速やりました。奥さんとキョロと3人で動画撮ろうかと思ったんですが、意外と2時間半とかかってたので撮らなくて正解でした。今回の舞台は日本ではなく世界なので、かなり大きな範囲でゲームができるのでめちゃくちゃ面白かったです。結構勉強になるんですよね。国の名前とか名産地とか、その国の物件を買う際何が有名で何をしてる国なのかも分かるので、別の角度からも楽しめました。3年で2時間半かかるってすごいですよね。ボリュームあっていいですよ。また年末とか家族でやりたいなって思ってます。年末キョロ来てくれるかな。来てくれたらピザ買って。桃鉄は熱いムーブですね。ちなみに今奥さんは100年コースを一人でプレイしてるそうです。奥さんは桃鉄が大好きすぎて何回も100年をプレイしてます。すごいやる気ですよね。昨日も買って家に帰ったらすごい喜んでました。僕も100年やったんですが、終わった後もう5年は桃鉄やりたくないって思うくらい嫌いになりました。でも新作は別ですよ。マジで面白かったので100年やらずに普通にプレイして楽しみたいですね。わらわら。ちなみに昨日焼肉食べに行ったんですよ。久しぶりの焼肉は最高ですね。お腹パンパンになりましたね。最近はカルビが重く感じるようになります。油が多すぎて気持ち悪くなります。ハラミが美味しすぎてずっと食べてましたね。おっやられましたね。ここ取れたらだいぶ有利になってたんですが、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。